今年はコントロールリアリティというあのタグラインがありまして、ボールの操作、パス、ドリブル、トラップ、パスをすべて、リアルに、思いのように操れるということが一番 の、 あの新しいところです。あの新しい難しい操作をしなくても自分のフィーリングでトラップの時に後ろに下がりたいとか、もうあのダッシュで前に行きたいとかっていうことが、あの自然な操作で、リアルに操作できるのは今年の一番の見どころです。まあ、前からやっぱりチリもすごく熱いあのサポーターの方がいるので、あの搭載してほしいところをいただいていて、今回それをようやく実現することができました。で、あの今日発表したので、まだあのチリ の、 あの各ローカルのチームのサポーターの方がどれぐらいあの喜んでいて喜んでくれるかなっていうのはすごく楽しみにしていますし、あと2週間後にあの製品が発売されますので、ぜひあの自分の好きなチームをあの実際に操ってあの再現できているとか、ここはもっとこうしてほしいとかっていうあのフィードバックもあの楽しみにしています。アニメーションもあのもちろんサッカーを表現するあのベースのアニメーションを今回たくさん追加しています。例えばキックのモーションもそうですし、ちょっとこう内が足元に入ってしまったボールを無理に蹴るようなアニメーションですとかも増えています。あとサッカーでやっぱり接触プレーってすごく見どころのところだと思うんですけれども、そこに関してもいろいろなパターンのぶつかり方とか、それからの転び方とか、あとはあの肘が当たって顔をこう押さえるようなアニメーションもあの入っていますので、多分いろいろなあのアニメーションを見ることができると思いますし、それをあの楽しんでください。CL の、 あの皆さん、今回あのこうして皆さんとお会いできて、あのゲームのことをご紹介できるのを非常にあの嬉しく思っています。ぜひ自分の好きなチームで、遊んでもらって、たくさんのフィードバックを僕たちにください。グラシアス。